ネルケと伝説の錬金術師たち、新たな大地のアトリエ。よし、やるか。こんにちは。そうですね。古道って自然にできたものもあるみたい。自然って不思議だね。あ、何か落ちてる。全力で行きます。私たちの勝ちです。お腹空いてきませんか？いやいや、私は大丈夫なんですけど。こうした慣れない環境の中を歩くと、いつも以上に冒険してる気分になります。未知の世界の旅ですか。私も体験してみたいですね。調合に使えそうね。どんなものをお願いしようかしら。さあ、行きましょう。これを使って。くらいなさい。もう許してあげません。
よし。何にしましょうか。季節はどうなっているのかしら。やあ。ありがとうございます。それは…
あら？あの妖精さん。どうかしましたか、ネルケ様。いや、あそこにいる妖精さん、今までに見た妖精さんと雰囲気が違うなと思って。そうでございますね。およ、こちらに向かってきますね。あんたがネルケさんとミスティさんかい？はい、そうです。もしかしてあなたが妖精さんたちのボスさんですか？ああ、その通りだ。うちの奴らが世話になってるな。いえいえ、こちらこそ。妖精さんたちにはいつもお世話になっています。はは、あいつらが役に立っているなら、送り出してる側としては何よりだ。あの、ボスさんにお会いしたら、お聞きしたいことがあったんですよ。聞きたいこと？俺に答えられることなら、答えるぜ。はい。なぜ、これまで人前に姿を現さず、隠れていたのですか？ん？聞いてねえか？錬金術師がいなかったから、関わらなかっただけで、別に隠れていたつもりは。確かに、ここではそうです。ですが、他の地方には錬金術師がいますよね。オートにいた時は私、一度も妖精さんのことを見かけたことはありませんでした。もしかして、何か他に姿を見せない理由でもあるのでしょうか？いや、別に。つうかこの国でも普通にお手伝いしてるぜ。そうなのですか。まあ、確かにオートには誰も行ってないけどな。あそこの錬金術師たちの仕事は研究がメインだからな。それに、あそこは人手が足りているし、俺たちが手伝いに行く必要はないと思ったんだよ。あとは、そうだな。人間の子供と間違えられて、妖精さんだって気づかれてねえんじゃねえか？不本意だがな。そうだったんですか。よかった。何かあるのかと心配していたのですよ。何にもないから安心しろ。うん、あんたのような人間なら安心だな。これからもあいつらのことをよろしく頼む。はい、こちらこそよろしくお願いします。ありがとう。はあ、ありがとうございます。
調合の材料として使えそうだ。大切に保存しておこう。何か使えるものがあるといいのだけれど。これは使えそうね。持って帰りましょう。全力で行きます。下がってください。本気で行きます。さっさと決めてやる。あたしたちの勝ち。空を飛ぶことができたら採取に行くのも楽になるのかな。かもしれませんね。空は何も遮るものがありませんから。これは何かに使えそうだな。念のため取っておこう。たくさん調べられましたね。次も頑張りましょう。何か解決する方法はないかしら。私たちが力になれればいいのだけど。ですが貴族であるネルケ様が入るとかえって揉めてしまうかもしれません。ここは時間が解決するのを待つしかないかと。やっぱりそうよね。はあ、どうしたんですかお二人さん。そんなところでため息なんかついて。実は最近新しく来た人と元から住んでいた人との間で揉め事が多いんですよ。揉め事ですかい？どうしてまたそんなことが。価値観の違いが原因のようです。こういうことは地域によって差が出てしまいますから。そうしたことの積み重ねで些細なことでも問題に発展しやすくなったのです。それに新しく来た人たちの方が多いですから、昔から住んでいた方が少数派になってしまっているんです。最近は特に窮屈な思いをさせてしまっていて、どうしたらいいのかしら。
なるほど。そういう事情ですと、同じ元からの住民でないネルケ様が入るのはまずいですな。やっぱりそうですよね。その件は足に任せてもらえませんか。クノスさんにですか？それはありがたいのですが、何かいい案が？ええ、足に心当たりがあるんでさ。ネルケ様、ここはお任せした方がよろしいのではないでしょうか。クノス様は住民の代表である村長様です。今回の件では適任かと。そうね。それじゃあクノスさん、お願いできますか？お任せください。足が何とかしてみせます。けど一体どうするつもりなのかしら。一堂に会することなんて普通はまずないことですから。この人たちと一緒ならどんなことができるかなって考えるとすごくワクワクします。わかります。それに皆さんでやり方が違うので大変興味深いですよね。そうなんですよ。私あんなにたくさん調合のやり方があるなんて知りませんでした。ここで作業しながら勉強すればいつか私の夢も叶えられると思うんです。シャルロッテさんの夢ですか？はい、私ほうきで空を飛ぶのが夢なんです。え？フライングボードっていう道具を作って空を飛べるようにはなったんです。でもここでいろいろな錬金術を見てたら、もしかしてほうきでも飛べるようになるんじゃないかと思って。変なこだわりなのは分かってるんです。でも最初に飛びたいと思ったのはほうきだったので。空飛ぶほうきならありますよ。え？マリーさんとエリーさんがこちらに初めて来られた時はほうきで飛んでいましたから。本当ですか？ほうきで空を？はい、もしかしたら私が知らないだけで他にも飛べる方がいるかもしれませんね。そうだったんだ。そうと聞いたらこうしちゃいられない。教えてくれてありがとうございます、ネルケさん。私みんなに話を聞いてきます。あ、シャルロッテさん、皆さんこの時間にアトリエにいるかは。行っちゃった。まあでもシャルロッテさんにとって長年の夢だったんだから仕方ないかな。ネルケさん、グランツバイトの木について教えてほしいことがあるんですけど。あら、シャリステラさんにシャルロッテさん。教えてほしいこととは？まだ新しい情報はないんですが。ああ、はい。それは大丈夫です。どっちかっていうと、直接お話を聞きたいなって。アーシャさんから一通り聞いたんですけど、あんまりイメージ湧いてなくて。そういえば、木の話をしていた時、お二人はまだいらっしゃってなかったんでしたね。わかりました。そういうことでしたら改めてお話ししますね。
るほど。賢者の遺物というのはそういうものなんですね。しかもまだ一度も木が見つかってないなんて、まるで幽霊船みたいだね。幽霊船ですか？ああ、はい。私の故郷から数日で行ける場所にあるんですけどね。存在だけが噂になってる、誰も見た人のいない船。私たちが見つけるまで、そんな感じだったんです。見つけた後も、途中に不思議な空間があって、奥に進めなかったりしたよね。不思議な空間？それって、どのような？目に見えないので説明が難しいんですけど、認識を阻害するところらしいんです。そうそう、同じところをぐるぐる回らされてさ、原因がわかるまでは大変だったよね。へえ、そのようなものが。認識を阻害？同じところをぐるぐると、もしかしてグランツバイトの木にも同じような空間があるのでは？ああ、そうかもしれないですね。誰も見つけたことがないなら。うん、実だけが見つかるのも実が空間の外に出てきてるってことならあり得るかも。盲点でした。シャリステラさん、シャルロッテさん、その、なんとかなりませんか？幽霊船の時に作ったのと同じ道具を作ってみます。もちろんレシピの調整は必要ですけど。だね。どうせなら効果をもっと高めた方がいいかもしれないし。ありがとうございます。ついにこれで見つかるかもしれません。これでバッチリだね。あとはこの調子で練習していけばもっとうまくできるんじゃないかな。ありがとうございました、ロッテさん。おかげでコツがつかめました。どういたしまして。このくらいならいつでも言ってね。お二人とも何のお話をされてるんですか？あ、ネルケさん、実はロッテさんに特殊な採取の仕方についていろいろと教わっていたんです。ロッテさんって採取のやり方もかなり工夫してて、すごく勉強になりました。採取のやり方ですか？面白そうですね。ちなみにどんなものだったんですか？釣りや採掘みたいな道具を使う採取方法です。こういうのって道具を作ることも大切ですけど、その使い方にも慣れが必要ですから教えてたんですよ。せっかく道具を作ってもうまく使えないともったいないですからね。なるほど、それはいいですね。どんな道具も使い方次第で効果が変わりますから。技術次第で道具の効果以上に成果を上げることもできるでしょうし。はい、ロッテさんに教えてもらって実感しました。やり方を変えるだけでこんなに変わるなんて。こんなにいろんな工夫ができるロッテさんは本当にすごいと思います。そう言われると照れるな。私のとこだとここみたいに素材が豊富じゃないからね。どうしても技術に頼らざるを得ないものもあるから、そうしてきたってだけだよ。そんなことないですよ。本当に勉強になりました。大事なのは道具をどう使うかなんです。これでもっといい素材を取れるようになれそうです。リディちゃんはできることが増えていってるみたい。これからも周りの先輩たちから教えてもらって幅が広がりそうね。
幻想的な景色だな。寒い場所だとこんなものまであるのか。金属によって使い道は大きく異なるわ。よーく考えないとね。落ち着いて頑張ろう。問題ないよね。ロッテ、あんまり一人で先に行きすぎないようにね。あはは、ごめんごめん、楽しくてつい。これは何に使えるかしら。落ち着いて頑張ろう。こうした慣れない環境の中を歩くと、いつも以上に冒険してる気分になります。まずまずの成果ね。今度はさらに結果を出しましょう。おかえり、ネルケジョ。待っていたよ。あ、ロータス、いつかはやると思っていたけど、とうとう私の部屋で待ち伏せするようになったのね。おや、想定内だったのかい。それじゃあ別の方法を取るべきだったかな。あ、いいから、早く結果を言ってちょうだい。釣れないね。どうもお疲れのようだし、発表させてもらうよ。文句なしに合格だよ。今回も素晴らしい成果だった。そう、ありがとう。まあそうでしょうね。では次の課題も頑張ってくれたまえ。僕はこれで失礼するよ。ネルケ様、大丈夫ですか？お疲れのようですが。それに、ずっと浮かない表情をされています。何かお悩みがあるのではないですか？やっぱり、ミスティには隠せないわね。ここ最近、考えてしまうの。自分がこの場所に必要かどうかを。何をおっしゃるかと思えば。ネルケ様が皆様を率いているからこそ、こうして発展していっているのではないですか？確
確かに錬金術師の皆さんのおかげでベストバルトは急速に発展しているわ。けれど調整しているだけで何も作業はしていない私は本当にみんなの役に立っているのか、そんなことを考えるとね、途端に怖くなってしまうの。ネルケ様、そんなことを。とはいえ今の立場にいる以上やらなきゃいけないことはたくさんあるわ。その任務はきちんと全うする。そうでなければ本当にいる意味がなくなってしまうものね。ふむふむ、どうやらこれは早急に解決すべき問題のようだね。それでよ、その時のあいつと来たらすごい慌てようでよ。ははっ、グノスさんらしいな。あら、あそこにいるお二人ってこの間揉めてた人たちじゃないかしら。そのようですね。しかしとても親しげでございますね。お、調子はどうでさ。あ、クノスさんだわ。おう、村長、ちょうどお前さんの話をしてたところだよ。足の話ですかい。変な話だったら承知しやせんぜ。ミスティの言う通りすごく親しげだわ。それにとても楽しそう。そうでございますね。それに皆様無理をしている感じがしません。あ、それは私も思ったわ。この短期間でよくこれだけ。あ、お話が終わりましたよ。これはネルケ様にミスティさん視察ですかい。クノスさん、あの二人どうしたんですか。この間見かけた時はもっと険悪でしたが。ああ、あの二人ですかい。そんな大したことはしてねえです。ただみんなで一緒に飯を食っただけでさ。ご飯を食べた。それだけで変わるものなのですか。飯はただのきっかけで、交流を持てたのが良かったんです。みんな価値観の違いってやつにとらわれすぎて、お互いどんな人間なのか知ろうともしやせんでした。だから腹を割ってちゃんと話してみりゃ問題も解決できると思ったんでさ。なるほど、先日おっしゃってた案というのはそのことだったんですね。おい、クノスさん、早く来ねえとおいでっちまうぞ。ああ、すぐに行きます。すいません、さっき飯に行く約束しちまって。今日はこれで失礼します。ええ、行ってらっしゃい。クノスさんはすごいわね。そんなことに気がついたなんて。そうでございますね。それにみんなに慕われるお人柄も村長様にふさわしいものです。さて、とりあえず問題なく作業は進んでいるみたいね。あら、あそこにいる二人、屋敷のそばで何をしているのかしら。どうだイリス、何か感じるか。うん、ダメ、やっぱりほとんどマナの力は感じられないわ。そうか、参ったな。まさかこんな世界が存在してるとは思わなかった。すみません、うちの屋敷に何かご用でしょうか。え、あ、ごめんなさい、ここ人のお家だったんですね。あ、はい、まあ家というよりは担当管理官の拠点といった感じですが。担当管理官というのはここの代表の方ですか。それなら聞きたいことがあるんですけど。それは構いませんが、あなた方は一体。俺はエッジ、依頼を受けてきたミストルースです。私はイリスです。エッジと同じミストルースで錬金術師をしています。エッジさんとイリスさんですね。私はネルケと言います。よろしくお願いします。
実は俺たち、グランツバイトの木というものについて調査に来たんです。何かご存知ないですか？その実について探しているんですけど。ええ、知っていますよ。今みんなで村を発展させながら調査を進めているんです。たくさんの人に手伝ってもらっているんですよ。なるほど、そういうことでしたら私たちにも手伝わせてもらえませんか？ミストルースとして力になりたいんです。ありがとうございます。よかった。それじゃあこれからお世話になります。はい、こちらこそ。ところでミストルースというのは一体何なのですか？ミストルースは異世界を冒険する職業のことです。こっちの世界にはないんですね。異世界を？それはまたすごく大変そうですね。ええ、まあなので調査にはお役に立てるかと、そんじょそこらの魔物には負けないつもりです。頼もしいですね。それじゃあこれから一緒に頑張りましょうね。ええ、任せてください。そうだわ。ごめんなさい。ありがとうございます。よろしくお願いしますね。こんにちは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 。そうですね。